はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルーフィッシュです。今回はプレイステーションのゲーム提督の決断3パープキット真珠湾攻撃シナリオの続きプレイをしていきたいと思います。で、前回はアメリカ本土西海岸攻略を意図して艦隊を進めました。まあ、ただですね、ハワイ周辺に展開していたアメリカ軍太平洋艦隊の残存部隊、これを無視した作戦だったため、ハワイが失艦するという想定外の結果になってしまいました。なので今回は作戦を根本から見直して、まず第一目標としてアメリカ軍太平洋艦隊の残存部隊の撃滅、これを行います。残存部隊といっても活動中の空母、しかも正規空母が6隻はあると見ていますので、帝国海軍としては全兵力を持って、その残存部隊に当たると、これを第一目標とします。そして第二目標、これがですね、アメリカ軍太平洋艦隊の主要な補給拠点になっていると思われるミッドウェイ、ここの攻略を行います。今ちょうどミッドウェイのですね、掴んでいる情報を移し出させていただいているんですけども、守備隊が96、航空隊も100、さらに物資や石油も豊富にある、このミッドウェイ島を攻略することによってアメリカ軍太平洋艦隊の行動を著しく制限できるかなと思いますので、これを第二目標というふうにしたいと思います。今回投入する作戦、今回作戦に投入する艦隊ですけども、まずは、いわゆる一航艦、南雲さんの航空艦隊ですね、これを投入します。第一目標であるアメリカ軍太平洋艦隊の攻撃撃滅を意図していますので、魚雷を搭載した艦艦、これを多めに搭載しています。そして栗田さんの艦隊ですね、今映しているのはこれ、高須さんの艦隊ですね、戦艦ヤマトを擁する戦艦部隊、そしてもう一つがですね、こちら栗田さんの艦隊、ここには正規空母2隻、軽空母2隻ということで、まあ、正規の機動部隊としてはですね、まあ、半個艦隊ぐらいの航空兵力にはなるんですけども、こちらにもしっかり航空隊を配置してですね、合計600機程度の航空兵力を持ってアメリカ軍の太平洋艦隊に当たるという内容になっています。では、時間を進めてアメリカ軍太平洋艦隊の進出を待ちたいと思います。はい。先ほどゲームを始めた段階は4月5日だったんですが、今4月11日になっています。第6艦隊、これが敵艦隊を発見しています。正規空母4の艦隊ですね、おそらくアメリカ軍の第一航空艦隊と思われます。こちら航空兵力141に対して敵正規空母4ということなので、一旦、この第二航空艦隊、二航艦の攻撃を見送ります。あくまでも、一航艦、南雲さんの艦隊の航空兵力を持って、まず、第一撃目を与えたいと思いますので、一旦見送ります。ハワイの方には敵艦隊から発艦した航空隊が迫ってきてますね。これはまずね、しっかりと直撃機74で、しのいでもらいたいと。いうふうに思います。ちょっと連打をポポンとしちゃったので、どんくらい損害が出たのか不明ですが、まあおそらく、しのいでくれたものと思いますので、予定通り、南雲さんの艦隊で、この、アメリカ軍の正規空母4、これをなんとかね、撃滅したいと思います。全399機、直縁を除く399機で出撃します。これで正規空母をね、ちょっとでも減らせれば大きいですよね。敵ですが、正規空母が4、巡洋艦7、駆逐艦が19、直縁が70機、多いですね。ここで直縁の数を減らすことができれば、二航艦、栗田さんの艦隊からの航空兵力140機でもある程度ダメージが与えられるかなというふうに思いますので、まずはね、この初戦、連動も高い南雲さんの一航艦で、できるだけね、敵兵力を削りたいというふうに思います。正規空母ハンコック、これを撃沈しました。弾薬を誘爆です。軽空母プリンストン、
正規空母4とお伝えしてましたが、軽空母が混ざってますね。軽空母2隻撃沈、大きいですね。正規空母 SX 強襲級大破、 SX 撃沈です。これで、空母全機撃沈しましたね。はい、大戦果を上げることができました。正規空母2を含む空母4、これを撃沈しています。これでアメリカ軍の第一艦隊、事実上壊滅と言えると思います。まあ、ただね、輸送船が残っていて、そこに陸戦隊もいるという状況ですので、追撃として栗田さんの艦隊から航空隊を出して、残りの残存部隊も完全にね、沈めておきたいというふうに思います。では、その栗田さんの艦隊による追撃戦ですね。まあ、先ほどの艦隊戦ですけども、まあ、勝因として考えられるのが、まずはパールハーバー真珠湾攻撃からの熟練搭乗兵を要する一行艦、これの攻撃力、それに加えて今回は敵空母を第一目標としていた、敵の艦隊を第一目標としていたことによって艦攻を多めに積んでいました。これによってね、敵艦隊、敵の艦船に対して、最大限の攻撃力を発揮できたかなというふうに思います。でこの後はミッドウェイ島の攻略に今度はね、内容が変わってきますので、そうすると搭載する航空兵力、これも艦爆を多めに積むということを行っていきたいと思います。では続いて第2目標、ミッドウェイ島の攻略、これを始めていきたいと思います。投入するのは、まあ、再びとはなりますけども、南雲さんの艦隊ですね。これを中心に作戦を展開します。南雲さんの艦隊、ハワイで一時給与を与えて士気を回復、さらに航空兵力の比重もですね、観光が多かったのに対して、艦爆を少し多めに変更しました。で残りの艦隊はですね、一度クレーに戻って、傷ついた艦艇の修理、補給、補充、このあたりをね行って、西海岸攻略の準備に当たってもらいたいというふうに思っています。ではミッドウェイ島、射程圏内に収めましたので、ご覧の正規空母、6隻から合計396機、この攻撃隊を発艦させていきます。で、ミッドウェイ島の、要塞としての機能、これを完全に沈黙させてから、貴重な陸戦隊を投入していきたいと思いますので、しばらくの間はですね、ミッドウェイ島に対して往復航空攻撃を行っていきたいと思います。はい、第一波攻撃ですね、初戦にしては戦果が上がったかなと思います。これを往復して敵の守備隊を無力化してから陸戦隊を送ります。ではミッドウェイ島に対して往復航空攻撃を行って、敵基地、これを無力化しましたので、ミッドウェイ基地へと上陸を行っていきます。でこれによってアメリカ軍の太平洋艦隊が太平洋海域で作戦を取るのはかなり難しくなったと思いますので、まあ、だいぶね、こちらの制海権という意味では有利な状況が作り出せるかなというふうに思います。はい、ミッドウェイ島攻略完了です。では南雲さんの艦隊はハワイに戻って、補給、これを行っていきたいと思います。そして次回は再び西海岸攻略作戦を始めていきたいというふうに思います。